みんなでシネマティーク。どうも映画コメンテーターの有村昆です。さあ今回も動画をご覧いただきありがとうございます。さあ今回の特集でございますけども、新作映画となります、ブレイブ群青戦記の監督、元弘監督です。いやよろしくお願いします。全国屈指のスポーツ強豪校、聖徳学院高校。ある日突然、時空を超える。俺たちが今いるのは戦国時代。お主らはどこから来た？おとなしくいたぜ！あいつら何なの？桶狭間の戦いの合戦の直前だと。桶狭間の戦いって何だっけ？人質どもは先の世から来たと申していた。連れ去られたお主らの仲間はマルネトリデに囚われているようじゃ。お主らが先陣を務める。マルネトリデを攻めるのじゃ。は？織田信長のトリデを攻めるなんて無茶だ。戦国時代にはアメフトもボクシングも野球もない。狙うのは困難。その隙をついて一気に仲間を奪い返す。行くぞ！戦略ってのは筋肉よりこっち。お前たちの帰る先はただの闇だ。時が来た。ハリカー！仲間を救い出したい。ならばその道を進め。この国の歴史はどうなる？元には戻らないよね。先の世でわしはどうなっておるんじゃ。歴史が変わっちゃう。俺たちが戻る未来がなくなっちゃうんだよ。ブレイブ群青戦記。もうね、この出会いといいますか、もともとはサヌキ映画祭でそこで一番最初ね、そうですね、あそこに大林監督もいらっしゃって、今となっても本当に貴重なお話を伺ったんですけど、もうぜひ僕の YouTube チャンネルのゲストにお越しいただければということで、今日夢が叶いました。ありがとうございます。さあということで、じゃあこのですね、新作映画のブレイブなんですけども、まずは監督からですね、どんなお話なのかちょっと教えていただけますでしょうか。名門のスポーツ学校学生たちがある日、高校の敷地ごと戦国時代タイムスリップしてしまって、まあタイムスリップされた方はもう戦いですね、はい、またとんでもないのが目の前に現れて、はい、で攻撃してくるんですけど、それを高校生たちが生き延びるためにどうやってその解決していくかっていう話です、うん。これね、もう僕一足先に拝見させていただいたんですが、もう激アツですよ。夏柳沢さんと千葉さんがやっていた戦国自衛隊、なんと新田真剣佑さんが千葉真一さんつながりでですね、主演っていう、もう激アツの中の激アツ で、しかも僕あのバック・トゥ・ザ・フューチャーが好きすぎてですね、デロリアンを2年ほど乗っていたんですが今回ね、その高校がまさにあのバック・トゥ・ザ・フューチャーで出てくる時計台をそっくりなのが、よくあのちょっと今これシーン出ますかね、そこのシーンで驚きましたね。いやー、なのでね、ちょっと監督のぜひその思いといいますか、こだわりを伺っていきたいんですけど、まあ、この映画非常に僕見どころがやっぱすごくたくさんあるなと思ってまして、そのまず学園ものの線と戦国時代っていうそのパラレルワールドが一つになっていくところは、まさに戦国自衛隊のあの熱さだと思うんですけど、何かこう参考にされた過去作といいますかってあるんですかね。そうですね、とりあえず戦国自衛隊は見ました。はいはい、そんで、栃木の映画祭があって、そこ行った時に千葉さんにお会いできたと。おー、熱い。で、はい、群青戦記っていう原作の本があって、でそれを元にシナリオを何本か作ってあったんですけど、千葉さんそれ読んで、あの感想はいかがでしたって聞いても、あんまりうーんっていうわけで、あれ、そうなんですか、読んでるらしいんですよ。ほうほうほう。でそれでうーんってあんまり言わないなって、なんなんすか、これなんかあるなって、はあはあ、もう一回戦国時代見て、はい、かなり千葉さんのリアクションでもう一回あのやり直そうと、はい、作り上げましたね。で一回中断しちゃったんですけど、うん、その中断したことがすごいこの映画にとって良くて、皆さんコロナで大変な中で撮影されて、僕たちはコロナギリギリセーフで、終わったと同時にコロナが蔓延して、その間、まあ、みんな自粛規制で動けなくなるんですよ。CG チームと音楽チームがめちゃめちゃハイグレードなのを作ってます。わすごい。いやーでもこれ CG とかめちゃくちゃこれね、軍勢の数とか、はい、城とか、はい、いやクオリティ高かったですね。ロケ場所も大合戦ではないんですね。都内の
神奈川県あたりで随分近いですか。そう、 TBS の前のあのサスケとかやってる、あ、緑山スタジオ、緑山、はあ、あそこの、まあ、森の中で、あと全部 CG でかなりあのデジタルエキストラたちがいっぱい出演して、はあ、あ、時代劇こうやって作れるんだな、っていう画期的な、それであれだけの軍勢に見えてしまうというか、はいはい、僕だからちょっとそのクリストファー・ノーランのダンケルクっぽいなとも思ったんですよね。まあでも僕はマッキンユーさんの葵っていう役が本当に最初ちょっとなよなよとした男の子がどん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 変わっていく、しかもその織田信長がマツケンさん、うん、で徳川家康が、三浦春馬さん、はい、やっぱり彼がねこうシンパシーを受けて変わっていく様っていうのはなんか役者の先輩からも影響を受けて変わっていった役者の物語でもあるのかなと思ったんですよね。例えば監督とかってこれ撮影の時先輩の俳優がこう後輩に教えたりっていうところちょっと見たりするんですか。春馬君とマッケンはすごく仲が良くて、もともと同じ舞台の春馬君がやってた役をマッケンが引き継ぐみたいな感じもあったりとか、すごくマッケンは春馬君と会って本当に役者さんを目指そうと思ったらしくて、すごい熱いんですよね。だからなんでここで涙が出るんだろうってところで、からボドーって涙が流すシーンが、うわー、それは僕らには分かんなかったな、後からその2人の関係聞いて、ああ、そんないい師弟関係だったんだなっていうのと、まあでもなんかいろいろありましたけど、一回みんなすごく春馬になって落ち込んだんですけど、でも時間とともにもう一回みんなでこの映画春馬君の最後の映画だからって言って、いやー、でも本当そういった意味では、じゃあそのマッケンさんと三浦春馬さんの、まああんまり細かく言ったらあれですけど、男同士の熱い友情のシーンはぜひとも、いやー、撮っててグッときましたね。映画撮ってあんまり自分は気持ち入れないんですけど、このシーンはすごいなと思って、あと春馬君もやっぱりキャラクター作る上でたくさん話したんですけど、はい、自分のせいで全部削るんですよね。全部何も言わないで、もう行動と表情だけでマッケンに伝えたいっていう感じをおっしゃってて、これね、よく言うのがですね、クリント・イーストウッド、マディソン軍の走りっていうのをメリル・ストリープと一緒にやった時に、はい、一番いいところでセリフを後ろ向いてゴソゴソってよく聞こえないようで言って OK になったんですね。だからメリル・ストリープが、いやいや、今の決めセリフこっち向いてバシッと決め顔でやったらめっちゃいいのに、なんでセリフをよく聞こえないで後ろ向いたんですかって言ったら、男は背中で語ればいいって。いやだからその三浦さんがね、セリフ削ってその要は熱い眼差しとか所作だけで伝えればいいじゃんっていうのって、もうクリント・イーストウッドと同じレベルといいますか、その世界にしか見えないなんかことでお芝居されてらっしゃるのかなというのを今僕聞いててね、ちょっと震えました。僕もそういうの好きなんですよ。いいセリフを背中で言うって大好きなんですよ。いやー、そうですよね。かっこいいですよね。そういう風に役者に言われると、この役者をもうめちゃめちゃ好きになります。なんてセンスのいい人だろう。あとどうでしょう、役者さんで、はい、この方面白いっていう監督の一押しっていますでしょう。悪役でももちろんいいですし、はい、悪いという役の渡辺圭介君、渡辺圭介さん、はい、いや、これね、不破っていう役は要は現代の人間が過去に行くと全部歴史を知ってるから悪いことするビフみたいなやつなんですね。だからね、嫌だけどビフ的存在で、そこにマーティーがやめろって来るっていう、そういう話なんですけど、はい、わかりやすいですよ。ありがとう。結構バクセルフィーザーとリンクしてるんでね、この作品はね。いやー、彼のどういうところが良かったんですか。いやー、あのね、佇まいがいいですね。初めて会った時はふにゃっとしてるイケメンの男の子だなと思ったんですけど、やっぱ仮面ライダーで修行してきて、で帰ってきて連ドラいっぱい出て、久しぶりに会った時に、うわ、なんだこの色っぽさは、うん、でそこからガッと切り替えて、やっぱり良かったっすね。これもともと不歩いて何十代ぐらいの設定だったんですか。原作だと本当おじさんなんですよ。でも僕たちはそこまで原作の通りで作れないので、そうすると映画ならではの群青戦記にしなきゃいけない。その時に不歩いをどう省略するかっていうのが勝負になってきて、しかもあんまり強すぎる悪者だとか信長が立たなくなるとかいろいろあるんですけど、その中で圭介と出会って、圭介が今色気バーッとしまくってて、でもあ、ダース・ベイダーにすればいいんだと思って、はあ、ダース・ベイダーだったら
ら、いろんな悲しみを背負いながら、そういうことですね。もう今まで全部合点がいきました。あのダース・ベイダーってもともとアナキン・スカイウォーカーでいいやつだったんだけど、とあることでダークサイドに落ちちゃったっていう、その人間のもろさみたいなものがあるんですけど、まさにこの不安の役がそうですよね、はい、そうなんですよ。彼らのなぜそうなったかっていうのを見せてないんですよ。でこのブレイブ群青戦記が大ヒットしたら、えその前の話をじゃあ、ね、あそうですよね、まさにエピソード1ですから、なぜもう不破君がなんか主役の話になる。そうあめっちゃ面白いじゃないですか。それもできますよね。確かに、はい、あとは僕ねサマータイムマシンブルース僕大好きで、おそらく世界で最もミニマムなタイムスリップしてるじゃないですか。そうですね。エアコンのリモコンを直すためだけにっていう、やっぱりねああいうののそのタイムスリップ感も今回この映画の中に入ってますし、それこそ踊る大捜査線のレインボーブリッジのあの壮大な世界観も入ってますし、だからそういった意味ではその元広監督の一番いい形でのエッセンスが集大成として全部入ってる傑作だと、うわ嬉しい、僕も思いました。まあ、エンターテインメント作ってるとあまり人に褒められないので、あでもね僕ね元々が難しい映画の監督も僕いろいろお話しさせていただくんですけど、僕もバック・トゥ・ザ・フューチャー、スター・ウォーズ、まあ、2001年宇宙の旅、この3本好きなんですけど、あ、まあ、結果ねそういうね分かりやすいアメリカ映画最高ですよね。やっぱりなんだかんだ戻りますよねなんだかんだそうなんですよね。さあということでいろいろとお話を伺ってまいりました。じゃあ最後に監督、あのカメラに向かって皆さんにメッセージをお願いいたします。群青戦記は、まあ、とにかくエンターテインメントなので笑って泣けて最後元気になる、とってもいい作品になったな、みんなの力になったなと思ってますので、ぜひ劇場に足を運んでいただいて、あと音圧をちょっと大きくしているので、すぐ重低音とかテレビのモニターから出てこないような音をいっぱい仕込んでありますので、ぜひ劇場でお楽しみいただければ幸いでございます。でヒットしたらその前の話、いやー見たい。そうですよね、不破君を主人公にした、ね、なぜ彼がっていうね、その前日だった、ね、これ一大アンソロジーのね、著事史ができるかもしれません。ぜひ皆さん劇場に足を運んでください。さあということで今日はですね、元広監督ありがとうございました。ブレイブ劇場でお会いいたしましょう。それでは、チャンネル高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。次回もみんなでシネマティーク、ありがとうございました